こんにちは、佐野ひな子です。はい、今日は渋谷のアドワーズさんに来ております。今日は何の企画かと言いますと、1万円で UFO キャッチャーどれだけ取れるかな。多分ですけどめっちゃ得意なんですよ。本当小学生の頃から UFO キャッチャーやりたくてやりたくて、親にめちゃめちゃ頼んでました。 UFO キャッチャーしに行きたいみたいな。あと、ね、よく友達と対決してますもん。よくどっちが先に取れるかみたいな。ちっちゃいのはいっぱい取れると思いますよ。で、10個を目標に頑張っていきたいと思います。両替が完了したところ でまず取りやすそうなやつを探しますわ。大きいやつ欲しいけど見極めたいなみたいな。 お菓子もいいね。何これ、かわいい。ちょっとまずこういうのからやってみようかな。よいしょ。そうね、青かな。なんかアームの強さとか、とりあえず100円で。まあ、しっかり目ですね、これ。悔しいけど、これにお金を使っていいのかちょっと今悩んでる。いや、どうかな。狙い通り。あ、入んなかった。入んなかった。ああ。お願いします。この瞬間がドキドキだね。いるか。あ、弱い。ダメだ。ああ。もう右行っちゃったら取れないです。もう少し遊ばない。じゃ、見極めも大事ということで、一旦大敗。ね、これかわいいチキンラーメンがいる。どうやったら取れるんだろう、これ。ちょっと一回500円挑戦してみますね。え一回ね。どうやって動かすんだろう、これ。まず これダメなんだ。これ押せるのかな、これって。一回、もう一回持ち上げれるかな。いや、これどうやるんだろう。下向いちゃうよね、これ。余った4回分をちょっと一旦シナモンちゃんにしてみます。とりあえず一回浮かしてみましょうかね。でもさっきはストッパーがあったけど、今回はあー、なるほど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 。どうしたらいい、これ。いや、これ全然動かなそう。難しいな。あ、もうちょっと奥だったかも。この瞬間がドキドキだね。ああ。ちょっとこれ難しいですね。いえ。これめっちゃ飲んでる。バウンドさせる。全然違う。合ってる。
何これめっちゃむずい。え、全然違うかな。あーあーあああ渋滞してるよ。どうする？え、もか届かないかなこれ。大丈夫かな。大丈夫。こういうパターンもあるんだな。どうかな。あ、ラテに当たった。難しかった、これ、これ。おぉ。ウマ娘。ねむちゃん。ミッピー。まあ、一旦しんちゃんやってみましょうかね。一回様子見で適当に。これ良くないムーブが来ました。ちょっと手前攻めますね。切実なクレーン。心が折れるかと思いました。取れた。ピカチュウ狙いだとちょっと、はい、時間があれなんでポッチャマでも。え、ダン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 。あんなすぐ来るんだね。ウィーンとかじゃないんだね。あ、え、全然弾かない。え、あー、ピカチュウ。難しかったな。ピカ。あ、こっちの方がいいのかな。100円だからね、これ。やった。ポッチャマ、ポッチャマゲット。おお、初です。ピカチュウ。あー、ピカチュウじゃない。でも2個取れました。よいしょ。なにこれ、長押し。あの先端ね。あ、ちょっとずれた。ダメかも。さっきが一番挟めてた。違うんだ、これハサミじゃないんだ。え、難しいかなこれ。上？え、めっちゃ難しそう。あ、ちょっと待って。小指見てたら全然ダメなとこ行っちゃった。いや、ダメかも。え、ダメ？ダメでした。親指ちょっとダメだった。いけない？え、小指が引っかかった。え、小指ダメ？めっちゃギリや。あ、ダメ。親指がダメ。ちょっと待って待って待って。近づく。難しい。
あ、ダメだ、親指が。あれ、え、5回終わった、嘘でしょ。え、これ私センスないのかな、これ。なんか急にでき、あの、イップスになりました、今。ちょっとクレーンゲームイップス。これぐらいの方が映えますわな。後ろから。あ、はい、はい、入った。入ってないかな。入ったよ、あの、紐が。どう？あ、入ったと思いました。あ、ここがマックスか。いや、いいとこ3点掴んでますよ。ダメだった。これちょっとずらしてもらわないと右にあんま行かないですね。ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。ヘルプを呼ぶのも大事。どう引っかかれ。もうちょっと手前でしたけど。お、何このどうしたらいい、こっからか。頭重いよね。これどうしたらいい、これ。どうしたら取れますかね、これ。さっきうまく立ってたんで、はい、ああなったらどうしたらいいですか。やっぱこっち側からこう、ああなるほど持ち上げちゃう。なるほど。え、こんな状態からスタートさせてくれてるんですけど、もう見かねてるんでしょうね、きっとどうしたら頭を挟むことができないです。頭挟めないならお尻挟んでください。はい、わかりました。そんな優しいことあります？頭半分ちょっともうこれでいいのか分かんなくなってきました、もうこれで。え、違う、挟めない。というわけでクレーンゲーム企画なんですけど、最後まさかのちいかわが取れたんですよ。イエーイ。ちょっとお情けの犬ちゃんと結果結構ズタボロなんですけど、チキンラーメンとクレヨンしんちゃんのステンレス、あとポケモン2個、ポッチャマとパチリスが取れてます。いや、ちょっと 1,2,3,4,5,6 個しか取れなかった。多分ですけどめっちゃ得意なんですよ。で、10個を目標に頑張っていきたいと思います。いやー、ちょ、本当思ってる以上に難しいですね。多分若い頃の方が反射神経もっとあった気がします。もう特訓します。はい、というわけでまたねー